ケイシー・アフレックはアメリカ合衆国の俳優。2016年公開のマンチェスター・バイ・ザ・シーでアカデミー主演団優勝を受賞した。マサチューセッツ州ファルマスにてカレブ・ケイシー・アフレック・ボルトとして生まれる。父親のティモシーはソーシャルワーカー。母親のクリス・アンは小学校の教師。兄も俳優、映画監督のベン・アフレック。 ジョージ・ワシントン大学とコロンビア大学で物理学、天文学、西洋哲学等を学んだ。12歳でテレビに出演するようになるが、その後、学業に専念するために俳優業からしばらく離れた。1995年公開の誘う女で映画デビュー。チェイシング、エイミー、グッドウィル・ハンティング、旅立ち、200本のタバコでは兄と共演している。 2001年から始まったオーシャンズシリーズでは運転を担当するマロイ兄弟の兄バージル役で出演。2007年公開のブラッド・ピットと共演したジェシー・ジェームズの暗殺でロバート・フォードを演じナショナルボード・オブ・レビューや全米映画批評家協会賞などを受賞。アカデミー助演男優賞にもノミネートされた。2017年2月26日開催の 第89回アカデミー賞において、マンチェスター・バイ・ザ・シーで演じたリー・チャンドラーを高く評価され、主演男優賞を受賞した。なお、ケイシーはこの役で多数の映画賞を受賞した。2018年1月25日、映画芸術科学アカデミーは、ケイシー・アフレックの過去の性的暴行疑惑が問題になったため、 2018年のアカデミー賞、主演女優賞のプレゼンテーター役を彼自身が辞退した、と公表した。2006年6月3日に、長年の恋人である女優のサマーフェニックスと結婚。二人の間には2004年5月31日生まれの、長男と2007年11月生まれの次男を、設けたが2016年に離婚。動物愛護運動に熱心に携わり。 自身もビーガンである。スペイン語を流暢に話すことができる。現在はロサンゼルスとフロリダ州ウィンターパークで暮らしている。ありがとうございます。